皆さんこんにちは、大分の高っちゃ親方です。親方って呼んでください。よろしくお願いします。さあ、2020年ある、新型コロナウイルスの影響本当にひどいですね。まあ皆さん本当に気をつけましょう。で、まあこの外出ですねもうできないという状況でございまして、多分家の中にこもっている方も多いと思います。まあその中でこう何かちょっとね、こう家にいながらこう一人でも楽しめるものがないかなと考えた時に、そうだ、ゲームをしようと思いました。まあ、私自身ですね、大学時代よく子供たちとかそうですね、大人とかで一緒にこう、まあ、レクリエーションゲームをしておりまして、こう楽しんで、ね、ワイワイした覚えがありますので、まあちょっと10年間社会人だってブランクはありますけど、まあ、皆さんと一緒に、これから随時ですねこの動画でこう一人でも遊べるようなですねゲームを考えて、そして紹介しますので、ぜひ一緒に立ちましょう。レッツジョイナース。第1回目の今回はじゃんけんをしましょう。皆さんね、ご存知だと思います。最初はグー、じゃんけんポンですね。まあ余談ですけどね、最近ね知った方も多いと思いますが、この最初はグーをですね考えたのが、そう、志村けんさんなんですよ。本当ですね、志村さん、この日本のお笑いとかいろんな文化の本当貢献された方ということでですね、本当に志村さんのように私もこうワイワイ楽しく笑わせられるような人になりたいなと思っております。じゃあもう一回ね、じゃんけんいきましょう。最初はグー、じゃんけんポーということで、私今パー出しましたけど、まあ、じゃんけんっていうと皆さん最初はグー、じゃんけんポンで一緒に出しますよね。もう4とかなんだけどですね、まあある意味共通なですねリズムですが、ちょっと今回は変わったじゃんけんをしたいと思います。まあ皆さんね、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、後出しじゃんけんというじゃんけんを行います。まあ簡単だと思いますね。例えば最初はグーじゃんけんポンでやるのを、最初はグーじゃんけんポンポンというふうに、こっちね今遅い工夫を出しましたけども、このように後から出すじゃんけんですね、こうタイミングを変えて後から出すじゃんけんを後出しじゃんけんと言います。で、例えばですね、私が、まあ、リズムでやります。後出しじゃんけん、じゃんけんポンポンと言います。で、まあ最初のポンで私が出しますので、2回目のポンで皆さんが出してくださいね。後出しじゃんけん、じゃんけんポンポン、このリズムですね、2回目のポンの時に皆さんね、あのグーチョキパー出してくださいということで、まあ最初でございますので、練習がてらゆっくりやっていきます。まずはまあじゃんけんですけど、まあ、勝ちたいとは思いますけども、最初にまずあいこからいきます。では私と同じのを出してください。 じゃんけんポンポンで皆さん出してくださいね。じゃあまず練習します。あっと出しじゃんけん、じゃんけんポンポン。さあ今皆さん何出しますか？私はグーを出してます、ね、で皆さんグーを出した正解です。続いてあっと出しじゃんけん、じゃんけんポンポン。今は皆さんパーを出したら正解です。あっと出しじゃんけん、じゃんけんポンポン。今皆さんチョキ出してますでしょうか？チョキが正解です。このようにですね、ポンポンの時に2回目のポンで皆さんですね、グーチョキペア。じゃあウォーミングアップできたところでレベル2、ちょっと難しくなります。まあ今度はですね、いつものよくあるじゃんけんです。皆さんが勝ってください。私に勝ってください。私が負けるようにしてください。例えばあっと出しじゃんけん、じゃんけんポンポンって言ったら、皆さん何を出しますか？勝ってくださいということなので、皆さん勝つとなれば、こちらじゃん、グーですね。このように私に皆さんが勝ってください。じゃあ最初一回いきますよ。あっと出しじゃんけん、じゃんけんポンポン。さあ今私はパーを出しました。さあ皆さんはじゃじゃん、そう、正解はチョキです。じゃあもう一回いきますよ。あっと出しじゃんけん、じゃんけんポンポン。さあ皆さん何出しました？さあ皆さんはグーを出したら正解です。じゃあちょっと
2回連続いきます。アット出しじゃんけん、じゃんけんポン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 とやりますので、皆さんついてきてくださいね。2回目のポン、そして4回目のポンで皆さんを出していただきます。じゃあいきますよ。アット出しじゃんけん、じゃんけんポン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 。さあどうでしょうかね。最初の私はグーを出しました。で、皆さん正解は、最初はパーを出した方が正解。その後私チョキを出しました。チョキに勝つには皆さんグーですね。ということでですね、まあせっかくなので最後ちょっと3回連続いきましょう。じゃあ皆さん準備ですか。いきますよ。アットダッシュじゃんけん、じゃんけんポン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 。さあどうでしょうか。私最初パーを出しましたので、皆さんは最初はチョキを出したら正解、次グーを出しましたので皆さんはパーを出したら正解で、その後もう一回私パー出しましたので皆さんはチョキ出したら正解です。さあどうでしたか皆さん。ちょっと難しいかもしれませんね。普段ね、じゃんけんポンで一緒に出してるのをこうタイミングをずらしてポンポンってすることはね、まあ一つこう脳のですねトレーニングになります。いつもとはちょっと違うタイミングをずらすっていうことでは集中力も必要ですから、皆さんぜひついてきてくださいね。よろしくお願いします。さあ皆さんね、どんどんついてきてますか。ということでレベル3、もっと難しくなります。皆さん先ほどね、じゃんけんで勝ってくださいでしたが、今度は皆さん申し訳ないです、負けてください。皆さんが負けてください。いやでお願いします、どうか。たまには私も勝ちたいんですよ。ということで皆さん、じゃあ負けてくださいね。例えばじゃんけんポンポン。さあ皆さん何出しましたか。グーに負けると言ったらチョキが正解です。まあこれでもいいんですけどもはいはいね、じゃんけんポンポン、グーが正解ですね。まあじゃんけん皆さんね、普段勝ちたい方が多いですから、負けるってなるとね、なかなか経験ないと思います。負けに行くっていうのがですね、ちょっと頭使いますが、ここが脳ね、生き生きしますから、皆さん行きましょう。じゃあ皆さんが負けてください。行きますよ。アットダッシュじゃんけん、じゃんけんポンポン。すいません、今私手で差し掛けましたが、正解はパーが正解です。皆さんが負けますからね。アットダッシュじゃんけん、じゃんけんポンポン。さあ皆さん何出しました。正解は初期です。じゃあ2回連続いきますので、皆さん準備いいですか。いいですか。はい、いきますよ。アットダッシュじゃんけん、じゃんけんポン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 。さあどうでしょう。最初に私はパーを出しました。パーに負けるということはグーですね、包まれちゃいますね。で、その後私チョキを出しました。で、チョキの後皆さんはパーですね。チョッキンチョキ嫌いますね。パーを出された方が正解です。さあ3連チャンいけてみましょうか。16ビートじゃないですけどもね。さあ皆さんポン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 って6いきますからね、皆さんですね246で出してくださいね。さあちょっとですね、バランスボール乗ってやってますんで、運動型やってます。じゃあいきますよ。皆さん負けてください。3連チャン。アットダッシュダンケン、じゃんけんポン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 。どうでしたか。最初私はグーを出しました。で、負けると言ったら皆さんはチョキが正解。次に私がチョキを出しましたので、皆さん負けると言ったらパーですね。その後私もう一回チョキを出しました、なったらパーが正解です。グーチョキパーなんていかないですよ。そんな私はひねりますからね。これ負けるということ結構難しいんですけどもね、皆さんどうでしょう。頭生き生きしてきましたか。最後ですが、4回目はですね、もう最後になりますが、もう最後皆さん気持ちよく勝ってください。私にです、皆さんが勝つようにしてください。じゃんけんポンポンだったらグーが正解です。いいですか。じゃあいきますよ。まず最初にもう2連チャンいきますよ。アットダッシュじゃんけん、じゃんけんポンポン
ポンポン、ちょっとポンポンが早かったかもしれないですけど、最初私はパーを出しましたので、皆さんはチョキが正解で、その後チョキ出しましたのでグーが正解です。さあ最後3連チャンいきますよ、いきますよ、後出しじゃんけん、じゃんけんポン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 。さあどうでしょう。最初私はパーを出しましたので、チョキを出したのが正解、2回目が、グーですかね、でパー、最後でチョキでグーですね。ちょっと2番目3番目間違えたらすいませんが、皆さんが勝つということでそれが正解です。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあこれ実はですね、いろいろまた応用編があります。例えば1回1回例えば今全部まとめて勝ちを何回とかやりましたけど、例えば最初にじゃあ私に勝ってくださいということで、じゃんけんポンポン、次負けてじゃんけんポンポンみたいな感じで1回1回このリーダーが指示を変えることもございます。またですね、これ難しいんですけど、私が最初はグーじゃんけんポンって両手出しますので、それに対応して皆さんじゃあ勝ってくださいだったら、こっちがパーね、こっちがグーというふうに出すという、これねちょっと超難易度なんで、私もやったことないので紹介しませんけども、まあこういうふうに応用があります。でまたですね、まあこの動画ですね、もう見ていただくともう大体もう繰り返しですから、あの大体ネタがもう分かりますと思いますので、あの YouTube でいろいろ調べていただく、もしくは動画サイトでもですね調べていただくと、この後出しじゃんけんというのは結構多いです。いろんな動画ございます。これ認知症予防ということで高齢者の方にもまあ人気がございますし、そしてあのお子さんでもですね、やっぱ非常に盛り上がります。子供とキャンプ大学時代よくやってましたけど、これ最初に私大体やります。でさらに意外と私たち同世代青年団でもですね、何回もやってこれ盛り上がったことがありますので、やっぱりじゃんけんというのはこの共通の遊びですし、まあ皆さん馴染みがある、プラスちょっとこうねテンポを変えるとか、勝つか負けるかで頭を切り替えるってことが非常に面白いのだと思います。これでですね、でこういろんなパターンを考えて、まあ集中力もそうですし、柔軟性とかですね、でリズム感とかで、みんなと協力するとか、まあ今回1対1でできるものですからですね、まあそれなりに楽しめると思いますので、ぜひ皆さんこの後立ちじゃんけんぜひ楽しんでください。でまたですね、こう今こう自粛でいろいろ集まることもできませんけども、いつかまたこの穏やかな春が来て、みんなとさんとですね、このコロナウイルスが収束をして楽しめるという場合だったら、いろんなですねイベント、合コンでもいいですよ、ですしこういう風なレクリエーションすると非常に盛り上がりますし、あなたもヒーローになりますね。そして生き生きしますのでですね、ぜひこの後出しじゃんけん皆さんよろしくお願いします。まあ、今後もですね、このようなですねアイスブレイキングやレクリエーションゲームを、まあ、皆さんにご紹介いたします。まあ、特にこの1対1でできる、動画を見ながらできるというのをどんどんこの時はですね、しばらくの間中心的に、まあ、不定期ではございますがご紹介をいたします。まあ、このレクリエーションとかアイスブレイキングされた方、講習受けた方はもう基本中の基本なんですが、基本的にこのゲームとかアイスブレイキング、緊張をほぐすのは、私は口がほぐれてないですけど、はいや、まずは一人でできること、リーダーがいて、それぞれ一人一人でできることが大事なんですね。いきなり二人組になりなさい、手をつなぎなさいなんてできないですよね。大人でも、子供でもできないです。けどまあ、そうする前にまず自分自身ですね、今みたいにこう頭の体操とか一人一人でできることをやりながらやることで、まあ、緊張もほぐれますし、頭のウォーミングアップもできますので、ぜひ皆さんはこういうねクイズとか遊びは大事にしてください。ということで最後までお付き合いいただきありがとうございます。もしよろしければいいねボタンよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。これからもですね、皆様に楽しい、まあ、動画を届けられるように、そういう楽しい時間を一緒に過ごせるようにですね、私も、頑張ってまいりますので、ぜひお付き合いよろしくお願いいたします。それではまた一緒に楽しみましょう。レッツジョイン!